マシュマロがあなたの人生の成功を予言する。野中常博。学歴と聞くと、何か特別な感情を持つ方もいらっしゃるかもしれません。学歴によって得したと感じる方や、学歴によって損したと感じる方もいらっしゃるでしょう。あるいは学歴については何も関心がないという方もいらっしゃることでしょう。このように。 学歴に対する態度は人それぞれですが就職や結婚その他の人物評価の場面で現実には学歴がその人の能力の判断基準の一つにされることはまだまだ根強く残っているようですさらに考えますとこれは単に学歴だけではなく目に見えるところで人を評価する風潮もその背景にあるのではないかということに思い至ります。 確かに人は見た目で他者を9割方判断するという話を聞いたことがあります、えー、ここオーストラリアでも見た目に基づいてその人に近づいたり距離を置いたりするという人がいますこれは用の東西を問わず共通していることなのかもしれません教師の視点で考えると実際にテストや課題で 生徒たちののの評価ををすするるるここととがでできる能力はほんの氷山の一角であることを痛感します実は生徒たちの作り出した作品やパフォーマンスという目に見える能力の背景には実に多くの見えない能力があるということを日々思い知らされています確かに人間の能力には目に見える能力と目に見えない能力があるでもだったらどうだっていうんだ という声が聞こえてきそうですがこの声に対しては今日の目に見える能力偏調の傾向は目に見える能力だけではなく目に見えない能力の身長も妨げる風潮になってしまうのではないかそして本当に目に見える能力を伸ばしたいのであれば目に見えない能力も合わせて真剣に意識的に伸ばす必要もあるのではないかという問題意識が私の中にあるのです。 そしてこの目に見えない力は人生をより充実したものにするためにも欠かせないということを強調したいんですでは見えない能力とは何かそれは自制力協力忍耐力などの力を、えー、意味しています確かに何か新しい技能を身につけるためには自分の欲求や衝動をこらえて ひたすら勉学や練習を続けるる自制力がが必要になる場面があります。また一人では成し遂げられないプロジェクトを実現させるためにも他者との協力が必要不可欠になりますし甘いものを好きだからといって勉強や練習をサボって甘いものばかり食べていたら目に見える能力の成長を妨げる要因になったりしてしまいかねませんこのように、 目に見える能力と目に見えない能力はコインの、えー、裏表の関係にあり切り離せない、えー、関係にあるわけです。えー、にもかかわらず学校教育の中では、えー、あまりに目に見える能力のみに多くのエネルギーを割きすぎてきたのではないか、えー、もっと目に見えない能力の育成にも時間とエネルギーを、えー、割くべきではないのか と思うわけですそして今日の日本が抱えるさまざまな問題引きこもりいじめ不登校暴力などに一つの光を投げかけより充実した人生を送るためにも子どもの頃から目に見えない能力を積極的に育成することはとても大事なことではないかと思うんです。 実は私がそのように思うようになった一つのきっかけはある一つの実験だったんです。これは世界的にも有名でマシュマロテストと呼ばれているものです。マシュマロテストは1960年代に行われた実験で部屋にいる子供たちにマシュマロの乗ったお皿を出してこのお皿の上のマシュマロを私が出かけている間食べちゃダメだよ。もし 私が戻ってきた時にまだマシュマロがお皿の上に残っていたらマシュマロを2個あげるからねという指示を出して子どもたちの反応を見るというものです、えー、このプロセスは一、えー、人の子どもだけではなくて他の複数の子どもたちにも行われました、まあ、子どもたちの中にはすぐにマシュマロを食べてしまう子もいましたが多くの子どもは それぞれ異なった方法で何とか2個のマシュマロをもらおうとマシュマロを食べないように努力しましたえ例えば全然違う方向を向いてマシュマロを見ないようにしたりあるいはマシュマロの匂いだけをかんで我慢する子もいましたこのようにえー 近い未来の目標のために目の前にある誘惑を我慢する力を見るこの実験はその後10年以上追跡調査が行われたんですが子どもの時の実験で自制力を発揮できた子どもは大人になってからも強い自制力を発揮して目標を達成する傾向があることが明らかになったんです。具体的には この4歳や5歳の時にマシュマロを食べずに待てる実験がえ、時間が長ければ長いほど大学進学適正試験の点数が高くなったり、えー、青年期の社会的認知機能の評価も高くなったということですそしてより長くマシュマロを食べずに我慢できた子供たちは成長してからも、えー、効果的な問題解決や創造的思考衝動的な 行動のコントロールを示したそうです研究者はこうした結果は偶然もたらされたものではないかと考えその後も別の場所で別の被験者を使い同様の実験とその後の長期の追跡調査を行いましたがいずれも子どもの時に高い理性力を発揮できた人は大人になってからも高い理性力を発揮し 仕事、人間関係、家庭、健康面でさまざまな目標を実現させ成功できたという結果が得られたそうです。先ほど冒頭で学力と能力の相関関係について触れましたが、昨今のニュースを見れば、学歴が高くても目先の利益の誘惑に負けてワイルやスキャンダルに走る人のなんと多いことでしょうか。 実際日々接する子どもたちも忍耐強く目の前の課題をじっくり取り組む子どもの方が、えー、休み時間や昼休みのことを考えてそわそわしている子どもよりも学力面つまり目に見える面でも高い成績を収めています。 本当に目に見える学力の向上だけではなくこうした学力の土台にある目に見えない生きる力の育成にじっくり取り組まなければならないいや取り組みたいと考える今日この頃ですしかしそうは言っても無理やり我慢して勉強しなさいということを強調するのではなくやはり学習者が自らの価値観を授業にリンクさせて知性と知性を 理性を理性として感じないレベルで、えー、深く学ぶプロセスを実現していくことが大事だと思っていますマシュマロを目指して頑張ることそして、えー、マシュマロを目指して頑張る過程も楽しく思えるような授業を生徒たちと共に作り上げることをこれからも探求していきたいと思います、えー、今日もお聞きくださってありがとうございましたオーストラリアより愛と感謝を込めて野中恒大でした